何が起きたんだ。ミオは止血を。僕は。覚えがある。冷たくて動かないの。若様のそばにいる者が最も重傷です。重傷し、僕は怪による治癒しか使えないんだ。おかしい。なんでこの一体僕の魔力が。ここが爆心地、霧の門の痕跡。どく、あれがクズの葉。これは利用できそうな男ね。記憶か、返してください。ち、寝てろ豚。どうした、大丈夫か。行く、水の障壁。うわぁ。クズの葉、何よその顔。思えばいいさ、ほんと自分に嫌気がさす。何、ドラープニルが暴発して分体の障壁とクレイイージスのおかげで偶然生き天運。まったくヒューマンってのは馬鹿げ。心から思っている。お前たちをコロの悪あがきで死んだ多くに伝わる探検なんだ。来ないで。だからなんだよ、お前らもやったじゃないか。どうに耳障りだ。さようなら。そういえば初めて自分の意志で殺したな。こんなものか。僕は平静を装って犠牲になったオークと巴の分隊。僕は甘すぎた。この世界のことを何もわか。うん、決めた。そのような大魔女を重大な任務に指揮しか連れていかぬとは。本音漏れたぞ。お供だなんて羨ましい。荷が重すぎます。本音漏れたって。若の記憶ですか。うん、巴は剣術について。弓道の流れでなかったからフィクションがメインだけど。若様、仕方ならいい用心棒、看板娘になると思うよ。看板娘。そんな風に思っていたこともありました。見つけた。どういうことじゃ。若様に何が。若様が、若様が消えてしまう。熱くて痛い。この女強い。